今 SNS に町のパン屋に関するある投稿が多く寄せられています。めちゃくちゃ大好きなパン屋が閉店してた。すごいショック。最寄りのパン屋さん閉店ラッシュで寂しい。実は今、円安や物価高の影響から店を閉める町のパン屋さんが増えているというのです。東京・板橋区の住宅街にあるカジパン。所狭しとひしめくパンは70種類以上。そのほとんどが200円以下。その評判から午前7時半の開店とともに行列ができる人気のパン屋さんなのですが、実は今月いっぱいでお店を閉めるといいます。手軽に食べられるものという、考えのもとパン屋を始めたんですけれども、その始めた頃からもういろんなものが、とにかく値上がりしているという状況の中で、多分これ以上を続けていくと、赤字しか出てこないというところですね。梶谷さんがカジパンを始めた10年前と比べると、小麦粉はおよそ 1.2 倍、バターはおよそ 1.6 倍。お店の名物レーズンパンに欠かせないレーズンに至ってはおよそ2倍と、材料費は軒並み値上がり。さらに電気代など光熱費や人件費も高騰にもかかわらず、カジパンはこの10年ほとんど値上げはしませんでした。値上げは簡単にできるんです。簡単に。でもそれはうちの努力じゃないんですよね。社会的に周りが上げてるからうちも上げる。ただそれだけで努力でも何でもないんですよ。安くて美味しいカジパンの閉店にお客さんは寂しいですね。やっぱり、これだけ美味しくてリズムなパンが買えなくなるのはちょっと寂しいかなと思います。どう？カジパンなくなっちゃう。やだ。寂しい。どんどんパンの値段上がってる中、すごい安くたので、すごい良かったよね。美味しいし。少年値上げしてでも残ってほしかったなっていうのが本音ですけど。値上げをすればお客が来ない。しかし値段を据え置けば店が立ち行かない。そんなジレンマに苦しむ店も増える一方で、世間では理解を示す声も。必要な値上げはどんどんしたらいい。いきなり潰れるくらいなら徐々に値上げしてくれた方が助かる。止まらない円安や物価高の中、倒産は仕方ない？それとも経営者のせい？パン屋に限らず倒産する企業の数は前年度から 30% も増加した今、当事者たちと経営者の責任を考えます。ゲストをご紹介します。 VTR にもご出演いただきましたカジパン店主の梶谷幸輝さんです。どうぞよろしくお願いします。音がミュートになってますかね。よろしくお願いいたします。ちょっとミュートになってます。よろしくお願いします。梶谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、全国147万社に上る企業情報を扱う帝国データバンク情報統括部長藤井聡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず梶谷さん、VTR にもありましたけれども、行列ができるね、お店がなぜこう閉店してしまったのかっていうのを教えていただけますか。はい、行列ができるって言われたんですけれども、もともとはそこまで私は自身は人気のあるパン屋っていう感じで、店をやってたわけではなくて、一町のパン屋さんというような感じで、ずっと 10年間やってたんです。梶谷さん、はい、物価高に対してこう値上げがもう追いつかないということだったってことですか。そうですね、もう結局まあどこのお店もそうだと思うんですけども、メーカーさんから値上げの要請っていうのは1回や2回じゃ済まないので、値上げしない思いというところは、そのやっぱり物価がどんどん上がっていってどんどん上げられてしまうと、もうこっちが価格を設定するのも難しいと、そういったところの思いがあったからなのか、それとも安い価格をずっと皆さんに楽しんでもらいたいっていう思いが強かったのかって、これどのあたりにあるんですかね。値段を変えなかったところの根拠というのは、もともとそう値段を変えないっていうのは基本的に私は10年前始めた時は値段が高いって言われたんですよ。ですけどもその10年間でもうそれがまるっきり逆転してしまったんですね。で正直私も最初は値上げを考えました。ですけれども今値上げをしてもまた円安が続く、エネルギーの高騰がまだまだ続く。そうすると今お話ししたような材料の値上げっていうのがまだまだどんどん来ると、そういうことになってくるといつまでたっても値段が物価に追いつかないということになってくるわけですよ。そうすると本来給料とかも私は全然上げてもいいし値上げもするべきだとは思います。やっぱり持続できるんであればですね。ですけども個人でやっぱり店をやるっていうことは限られた資金の中でそれも借金をした上で店をやらなければいけないと。梶谷さん、僕やっぱり今の話を聞いていて、スタジオの堀と申します。やっぱね、パン屋が経営できなくなったんじゃなくて、我々日本人が20年間でパンさえ買えなくなったんだっていう視点に立つべきだと思うんですよ。まあ普通に真っ当な値段で売って、それが買えないからずっと安い値段を求め続けてきたわけですよね。で結局今回の春だって賃上げだって言って賃上げ上げしようだって言うけど全然ですよ、物価上昇分のそれをはるかに上回るものがあって賃上げだなのにそれができてないから、やっぱり20年間梶谷さんが守ってきたパン屋買えなくなったんだっていうこの貧しさの方に目を向けないとみんな共倒れだなって思います。先にちょっと質問したいんですけど、いや日本最強の会社じゃないですか。多分ね全国の会社知ってて、例えば値上げをして潰れた会社とかってあるのかなっていう、そういう情報とかって逆に聞いてみたい。データバンクさんからねそんなことを聞ければ、みんな大丈夫できますよ。そういう会社はないんだっていうのはこれなんか発信もしできたらしてほしいなと思ったですね。そうですね。値上げしてっていうところでいけば。倒産じゃないんですけれども、はい、やはり今賃上げと物価の上昇がうまくリンクしてなくって、物価の上昇が先行してますので、やはり企業としてはなかなか収益が上がらない状況にはなってきてますので、やはりその収益維持するためにどうするかっていう、例えばセルフ値上げということで商品を、どうですかね、ちょっと少なくしたりとかですね。あとはパッケージを大きくして中身をそのままとかって値上げしたりっていうような形でやってますので、ですからそのやり方ですかね、直接値上げっていう部分で倒産まではいかないんですけれども、それができないジレンマの中でどうしても立ち行かなくなるっていうケースですね。淳さんが冒頭おっしゃってたその企業の努力としてベクトルが何かこう安くというふうな方に向いちゃっているというところは、こうなんていうんですかね、我々のメディアの報じ方というのもあるのかなというのも思いますし、なんでそういうふうなこう日本のなんていうんですかね、文化になってしまっているのかなと思ったんですけど。それはね、バブル崩壊したもう30年前からすごく給料も上がらない、その代わりに物の値段も上がらない、けどもそれでなんとか生活していけるでしょうっていうのが本当もう20年30年染みついてますので、原材料価格が上がる、電気代上がるっていう中でもなかなか経営者としてはこれ上げると大変かなっていうような臆病なマインドが染みついている部分っていうのが。いまだにその値上げが進まない、賃金もなかなか上げれないっていう状況じゃあもうやっぱりこの30年間で培われてしまったんですね、そのマインドというのが。そうですね、そこをいかに変えていくかだと思います。小沢さんだったら どうですか、どうします、パン屋さんをどうする。いや、まあ基本は多分値段は多分上げるんでしょうね、おそらく。はい、なんか言い方悪いけど、それなら自分であげてもよかったのかなとか、まあ思うけど、まあでもやっぱ不安ですよね。まあこう出資先がいたから、まあこうやってうまいこと、まあ安牌というか安牌でねできたと思うんですけど、まあ本当に僕も今まあ10年間値段上げてないよってことだったんですけど、僕16年間値段上げてないですね。自分の工事の仕事ですね。上げられないですよ、やっぱ怖くて。同業他社もうじゃうじゃいますし、16年間上げてないどころか途中で下げられるみたいなそんな状況、まあ、今回は本当にみんな物価高でみんな値段バンバン上がったんですけど、生コンとかねいろいろ上がったんですけど、生コン上がったからお前のとこ下げてくれみたいなやっぱその下の人に押し付けるみたいな。まあパン屋さんとはちょっと違う業界なんですけど、やっぱ今そういう状況なんで、やっぱ値段っていうのはやっぱ怖いですよ。多分飲食も一緒だと思う。これあれですか、ちょっと失礼な話になってしまうかもしれないですけど、やっぱり会社が潰れることは経営者のせいだと思いますか。いや、経営者のせいって、その経営者のせいっていうことでこの話を絶対終わらしちゃいけないなと思うんですよ。もしこれが経営者のせいっていうことでここ話まとまって終わってしまったら、明日から経営者震えて仕事するようですよ。だからその話は俺良くないなと思う。せい、まあ時代のせいだったら、時代は人じゃないから、まあそっちでいいと思うんだけれども、まあ経営者も本当に、まあ時代がなんせ変わるのが早すぎるですよ。全部 SNS から何かやっぱり全部覚えていかなきゃそんなの無理ですし、経営者だって人間だし、みんなと同じじゃない。そんな器用な人もいれば器用じゃない人もいるし、だこれが経営者のせいっていう話は俺はちょっとしたくないですね。ちなみに値段をそのキープ、16年間キープしたままどうやって売り上げを上げていったんですか。僕の場合はまあ違う業種でまあ収益を上げていったりとか、まあ違うサービス増やしたりと、そういうふうにまあ工夫はできてきたんであれだったんですけど、でもここでいよいよもうみんなも上げてきたんで、もうやっぱギリギリまで待たないと怖いですよね。周りが上げ始めたなってなったら、じゃあ上げないと空気なんだね。やっぱりそうなんですね。上げたら本当に500円1000円でお客さんいなくなっちゃうんですね。はい、まあ怖いですよ本当に。それでデータ紐解いて、はい、このタイミングで価格を上に、はい、価格を上げることをやった方がいいよみたいなのって出てくるんですか。いや、これそれも間違いなく出てくると思います。先ほどの、社長おっしゃるように、我慢して、例えば生コンが上がったから、値下げ受けてくれっていうことで、下請け業者っていうのは本当価格を抑えられて抑えられてっていう状況にはあるんですけれども、それが行き過ぎるとやはりじゃあ本来の、仕事そのものができなくなるっていう可能性ありますので、建設会社としてもそんな極端な例えば下請けいじめになるようなことっていうのはもうできなくなる環境になってきてますので、そういう意味でいけば下請けからの値上げ要請っていうのは受けていかざるを得ないっていうか、受けるべきのことになってくると思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。